ハプログループ CT とは、不形で遺伝する Y 染色体の特定の SNP を持つ集団のうち M168 の SNP を持つ集団のことである。一部のアフリカ人以外のすべての人類共通祖先の男性の Y 染色体の方である。ユーラシアン・アダムとも呼ばれる。ハプログループ CT は、初期に分岐したアフリカ人の系統以外のすべての人類の不形の 共通祖先の男性の Y 染色体の DNA 延期配列の SNP であり、この SNP を有する人々の名称である。旧約聖書に出てくる人類共通祖のアダムという男性になぞらえて、通称ユーラシアンアダムと呼ばれているが、ユーラシア大陸のみならず南北アメリカ大陸やオーストラリア大陸、アフリカ大陸に住むネグロイド、コーカソイド、オーストラロイド、 モンゴロイドのすべての共通祖先となる男性である。で、アフリカハプログループ CT を定義づける変異 M168 は今より6万年から7万9000年前頃にエチオピアからスーダンのあたりにいた一人の男性に生じた。Y 染色体上の DNA 延期配列の変異 M168 を一部のアフリカ人以外の全人類の男性は受け継いでいる。これは アフリカ人の一部のハプログループ A 系統と B 系統はそれ以前に分岐した種族であることを示している。その後、ハプログループ CT の子孫のうちで系統の一部及び CF は気候の変動に従いアフリカ大陸の東部、現在のジブチからエリトリアのあたりから航海を渡って現在のイエメン南部に到達し、でアフリカを果たした。この子孫たちは サハラ砂漠以南以外の全世界に伝播し繁殖していったと思われる。ありがとうございます。